株式会社クロス FM は福岡県北九州市小倉北区に本社を置き福岡県内を放送対象地域とする超短波放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である2008年10月1日から10年間使われたキャッチコピーはグリーンステーションクロス FM で開局25周年を期してちょうどその10年後にロゴを一新し 再び大文字に戻した。コールサインは、ジョルブ FM。なお、本校においては、株式会社クロス FM 設立時からの辞書、及び前述の引き継ぎ日からの放送状況について、述べることとする。それ以前の事柄については、FM 九州の校を参照。1993年9月1日に開局した。 株式会社 FM 九州の経営破綻に伴い、旧クロス FM の放送事業の受け皿会社として、東京のプライベートエクイティファンドである、ネクストキャピタルパートナーズが中心となって2008年4月10日に設立され、6月23日に、総務省九州総合通信局から放送免許証券の許可を受け、7月1日零時をもって、FM 九州から、 FM ラジオ放送事業を引き継いだ。企業再建の手法としては、いわゆる新旧分離方式によるものであるが、今回は、新旧分離で通常を行われる、法人名の引き継ぎを行わず、旧社の愛称を、新社の正式社名とした。なお、商法の改正により、すでに英字を社名に使うことができるようになっていたため、 株式会社クロス FM ではなくアルファベット表記の株式会社クロス FM が正式な社名である。新会社に移行後も、旧社の本社、天神きらめき通りスタジオを引き継いで使っていたが、2010年3月6日付で、本社を小倉駅前の商業ビル、セントシティ北九州の小倉駅前アイム内に移転し、天神きらめき通りスタジオも4月13日付で、 ベイサイドプレイス博多に移転した。なお、この移転事業を行うにあたり、中小企業庁の中小商業活力向上事業を活用しているほか、実際に引っ越し作業を行う日本通運がスポンサーとなり、クロス FM ムービングサポーテッドバイ日本通運というキャンペーンを展開した。在福4局が参加しているラジコに最後まで参加していなかったが、 2014年4月30日より配信開始した。民事再生手続きが集結し、クロス FM がイベント収益などにより2期連続の増収になったことから NCP が北九州市に本社を残すことや従業員の雇用継続などを条件に保有株式の売却を検討。2016年4月15日に NCP が保有する全株式を化粧品メーカーの DHC に4月28日付で売却すると発表を合わせて DHC の会長である吉田義明がクロス FM 会長に就任し DHC から取締役が3人派遣された。主な受賞歴は2015年にハッピーハウス ザ・ファミリースターティングポイントで第11回日本放送文化大賞ラジオ部門グランプリを2018年にレッド・ザ・グッド・タイムズ・ロールで平成30年日本民間放送連盟賞ラジオエンターテイメント番組部門最優秀賞をそれぞれ受賞した歴代社長に起業家としても知られた宇野木ありが新会社移行後最初の社長に2008年から2009年 その後、NCP 社長である、立石久夫が社長を、兼務、2009年から2013年した後、同じ NCP 出身の徳田和歌子が副社長から、社長に昇格した、2013年から2015年。特に、立社区と徳田が、先頭に立って、再建の指揮を取った。徳田は、民放では、就任時史上最年少の社長だった。また、 歴代社長に女性が複数いるのは民放では唯一である。新生クロス FM はその目玉として再生可能エネルギーによって作られた電力、いわゆるグリーン電力を番組制作に用いる方針を引き継ぎ後最初となる2008年7月のタイムテーブルで公表した。現在、放送に必要な電力のすべてをグリーン電力で賄っている。また、 同年10月から環境問題を取り上げるミニ番組グリーンラインを毎日数回主にワイド番組開始前の3分間放送しているその中でクロス FM の活動を支援する以下のグリーンキャスティングサプライヤーを紹介しているクロス FM 本社本社スタジオがある小倉夏ガーデンクロス FM 級本社級天神きらめき通りスタジオ優先 の衛星放送サウンドプラネット I-61CH を開始福岡県内で聴取可能。また、日曜19時に放送されていたドライバーズミーティングに関しては、同システムで放送されている FM 横浜との兼ね合いからか別番組に差し替えられている。au の一部機種でもリスモウェーブを開始日本全国で聴取可能だったが、 こちらは2019年9月30日をもってサービス終了となった。熊本県阿蘇郡小国町のコミュニティ FM 局 FM 小国では長らく一部番組の再送信が行われていたが2018年3月末をもって中止された。なお、2011年4月に福岡でも聴けるようになったラジコサービスには グリーンステーションとの兼ね合いもありエリア内で唯一参加していなかったが2014年4月30日より配信を開始した企業団体は当時の名称出展2015年3月31日フィラー番組を含め24時間放送ただし月曜0時5時はテクニカルメンテナンスのため放送休止月曜3時頃に試験放送を行っている なお2012年4月改編で日曜深夜の放送終了時刻を24時に変更。これはライバル局の FM 福岡と同じである。深夜帯や一部時間帯を除く毎正時前に流れる。現行のジングル BGM は2018年10月使用開始。開局25周年を機に刷新された。また毎年12月頃になると クリスマスをイメージした特別バージョンのジングルが流れる。スポンサーがない場合、BGM に乗せて、クロス FM が字をお知らせしますのアナウンスの後、字報となる。スポンサーがつく場合は、CM が流れた後、が字をお知らせしますと、アナウンスされる。2008年9月までは、アナウンスは、松井新一が担当していた。ヘッドラインニュース、ウェザーインフォメーション。 トラフィックインフォメーション、ドライブウェザーインフォメーション、スポーツ、ラインと称して放送される。毎月、洋楽、邦楽から一曲ずつ選び、番組などで集中的にオンエアする。毎月1日更新。毎月、邦楽を中心に数曲ずつ選び、番組などで集中的にオンエアする。毎月1日更新。かつては、 グリーンレコメンドと呼ばれていたが、2018年10月の番組ロゴジングル変更時に、現在の名称に変更された。以下の番組は2021年10月現在の、編成。は、クロス FM 本社スタジオから放送の番組。は、東方ホテルスタジオから放送の番組。丸は、サウンドピュアディオスタジオから放送の番組。3ヶ月に1回。 タイムテーブルを発行している。本社スタジオや、ベイサイドプレイス博多1階、主要 CD ショップなどで手に入る。福岡県内は、もちろん、佐賀、熊本、大分、下関にも、配布店舗がある。平日朝、平日午前、平日昼、平日午後、平日夕方、平日夜、平日深夜、金曜日、土曜日、日曜日、その他は、 旧法人時代から引き続き放送された番組、引き継ぎから3ヶ月間は聴取者及びスタッフ保護の観点から、基本的に旧法人時代から続いていた番組を引き続き放送。それらの番組の詳細については、FM、九州を参照のこと。3ヶ月後の10月1日から新編成となった。年に1回、チェック・ユア・ボイスと称した。 ナビゲーターオーディションを実施している。ありがとうございます。